何度でも起こすよ、きらめく奇跡、輝く未来へつないで、プリキュア。はい、どうも、イブリです。今回は鉄道マニアで有名な蕎麦、弥生軒の唐揚げ蕎麦をね、学食で再現して食べていきたいと思います。それではね、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらがね、アメッコのね、唐揚げ蕎麦の再現したやつでございます。で、こちらがね、まずこのかけ蕎麦。かけ蕎麦はね、190円ですので、で、私はね、大盛りで、プラス50円ですから240円。で、この2つのね、鶏天が1個50円で、ね、2つが300円なので、まあ、合計540円となります。そう、540円ですね。これで240円で、で、こちらが300円なので540円と。まああれですね、本来だったらね、なんかこの、なんていうか、私大盛り頼んでるんですけど、そう、私がね、前回ね、弥生軒で食べたのは、唐揚げそば2個ですね。で、普通盛りだったら、本当はね、大盛りにする予定だったんですけど、大盛りがね、なんかね、切らしちゃってね、普通盛りしか頼めなかったんですよ。それで、なんか、唐揚げ2個で540円なんですけど、これはね、なんか大盛りでやってるのね、540円で。そう。あっちの場合はね、なんか610円ぐらい。600円ぐらいするから、で、大盛りがね60円プラスするだけなんで、だからあれですね、わざわざアビコに食えれば学食でね、なんか唐揚げそばのね再現したものを食べた方がいいなというふうにね感じますね。まあちょっと食べてみましょうね。さて、それではいただきます。おー、すごい、やばいな、俺でかい。そう、ちょっとね、時間が経っちゃったんで麺伸びてるかもしれない。うん、相変わらず美味しいですね、これ。うちの大学のね、そば麺が美味しいですね。はい、きれい、ほんと美味しい。で、こっちのね、鶏天もね、食べてみますか。鶏天、アビコのね、唐揚げそばはね、個人的にはそんな好きってわけじゃないですかな。この鶏天はどんな味するか、いただきます。これはこれで美味しいですね。うん、食べやすいって言った方がいいかな、これ。まあ、全部ともちょっとね、時間が経ってしまったもんでね、その影響だと思いますけど、まあ、それでもね、食べやすいことに変わりないです。ちょっと裏返してみましょう。これが鶏天です。
いうまい。そういえば今月でもう2018年は終わりですね。皆さんはねどんな1年を過ごしてきたでしょうか。私はね本当にねいろいろありましたよ、チャンネル登録者さんもね全部増えちゃったね、当初はねあれ1月1日にねなんか今年の抱負でなんかやったんですけど、なんだっけな、そう12月31日までにチャンネル登録者数150人を目指すことや総再生回数15万回いったんですけど、それがでもね2月ぐらいですね達成しちゃったんですよね。でまあそれからはね1000人超えればそれでいいだろうと思ったんですけど、それも7、8月ぐらいで達成して、でも広告のね収益化が始まった感じです。ほんといろいろありましたよ。やっぱりかなり印象的ですからね。こいつでかいな。出て美味しいですねこれ、本当に美味しい。これで540円だもんね。やっぱこっちの方がいいねこれ。わざわざアベゴまで行くよ。安上がりですしね。あとやっぱりね座って食べられるのが一番大きいですよね。あそこにいるとですね個人的に思うのは、そうほら人気あるじゃないですか。人気があるからすごいお客さん来るんですよ。お客さんが来るから俺もうやっぱりね、まあもともとね早食いの方なんですけど、もう早く食べないと早く食べないとって思いながらねいただいちゃってね、あんまりその味をね堪能する余裕がないんですよね。特に土日なんかはもうちょっと、そう思うと何のためにあそこに来たんだと思うね。そういう疑問視する時もねありますよ。もうここだとね、まあ、時間帯が時間帯なのでねゆっくりできますし、もうあれですねゆっくりとね味をね堪能できるっていうわけなんですよ。美味しいですこれ。これいいな。やっぱりね、あと食べやすいですねやっぱり。あら、形でやるのちょっときつい。
ちょっと一回カットしますね。はい、見事にね完食しました。いやー美味しかったですね。また食べてみたいですねこれね。うん、あとねやっぱりね鶏天がね大きいのがね2個あったんで、うん、結構お腹膨れてきましたね。ボリュームもいいし安いしね、でしかも美味しい、もう最高ですね、これはうまいね。ああ、親になんかあれですね、そう今日の昼飯ね、なんかもらいましたけど、どうしようこれ、お昼ご飯食っちゃったしな。まあいいや、食べちゃうか。うん、美味しいっすね。